はい、どうも。激辛マニアユッキーです。今回は、じゃん！なんと手に入れました、とうとう。リーのね、期間限定、辛さ30倍ビーフカレー、ガツンとスパイス、フライドガーリックと粗挽き黒胡椒。こちらね、どこにも売ってなかったんで、メルカリで買いました。メルカリで1個がだいたい350円ぐらいだったかな。うん。で、売ってました。大量のスパイスをガツンと使用した刺激的なリー。唐辛子だけではなく、40種類のスパイスをすべて増量。フライドガーリックと粗挽き黒胡椒が効いた衝撃的な辛さとうまさをご賞味あれ。弊社従来品、辛さ20倍比、スパイス総量が 1.5 倍。ね。うまそうだな。それではね、いただきまーす。いい匂い。あ、うまい。これ絶対汗出るよ。うわ、うまい。辛い。うまい。あ、辛い。あ、おい。あ、あ、辛い。あ、うまい。あ、あ、辛い。うまい。あ、これ絶対あれだ。ああ、ああ、真冬に部屋の温度13度の中で、おお、あ、うー、カレーうまい。やっぱビーフカレーうめえな。リーはやっぱ別物だ。ああ、あんま、ただ、ガーリック感が全くないですね。
なんか、フライドガーリックとかなんとか書いてあったけど。全然ガーリック感はない。関係ねえけど、自宅で作るカレーで一番うまいのが、ジャワカレーの辛口が一番うまいなって思いましたね。うん。いろいろカレー作ってるんだけど、最近。うん。やっぱね、ジャワカレーの辛口が、抜群でうまい。絶対下痢するやつや。絶対数時間後に下痢するやつやこれ。まあ俺いつも便秘だからちょうどいいんですけど。あ、うめえ。やっぱビーフカレーのリーはうめえわ。カレーだけじゃねえな。うん。これ、うわぁ、寒くなってきた。汗かくと寒くなるんだよ。あぁ。ビーフ感がたまらんよね。やっぱビーフカレーはこうじゃなきゃな。ちなみにですね、以前食べた、ハバネロ、あ、これ!ハバネロがね、実験で、みじん切りにして、カレーに入れてみたんですけど、そしたら、とんでもない辛さになっちゃってね、うん、
恐ろしく辛くなってる。まあ、もともと恐ろしく辛いんだけどさ。あれ、ハバネロはあれは、生で食うもんじゃねえ。とんでもないことになったからね。ハバネロを、一個じゃなくて、半分にして、みじん切りにして、半分だけ、カレーに入れるんだったら割と、ちょうどいいんかもしんないんだけど、一個はちょっときついぜ、あれ。なんとか食ったけどね、あれは、とんでもない。ごちそうさんでした。ああ、美味しかった。うん。ただね、なんだろうな。やっぱ辛さ20倍ぐらいがちょうどいいかなって感じがするね。辛けりゃいいってもんじゃないね。辛さ20倍ぐらいちょうどいいんだ。値段もちょっと安いしね。辛さ20倍ぐらいだったら、250円ぐらいで買えるのか。まあこれ辛さ度数は、まあ80ぐらいちゃう。80だな。お疲れさんでした。